きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあとうとうもう、はい、しあさってが、うん、違う、あさって、あさってドラフト。おお。もういろんなね、はい、情報が飛び交ってると思うけど、うん、はい、まあわかんないけどね、はい、俺らは。結構私たちだいぶ前に撮ってるんで、はい、だからでももうあとね、はい、2チームヤクルトとオリックスで、うん、まあ、今日はヤクルトだけど、はい、まあ、2連覇ね、うん、してどうなんだろうね、日本シリーズ出れてんのかな、どうなんですかね。一歩間違ったら、はい、史上初の1位が出ない日本シリーズもひょっとしたらあり得るんちゃうかみたいなね、はい、感じであったけども、どうなんだろうね、分かんないね。でもまあヤクルトだから2連覇でしょ、うん、でもまあいるしな、キャッチャーだって中村いて、はい、その後に古賀とかあの内山とかね、若いのもいるし、うん、まあね、オスナ、サンタナは来年もいるだろうし、はい、で山田でしょ、うん、でその控えには宮本とか、はい、でショートも長岡が、うん、レギュラーになって、うん、その後ろに竹岡とかいるわけでしょ、うん、でサードは村上でしょ、うん、で外野はレフト青木、はい、だからレフトいるか、あ今あの山崎幸太郎がね、はい、出てるけど、でセンター塩見でライトサンタナ、うん、だからその外野にあと浜田とかあと丸山とかね、うん、去年ドラフトで取った選手たちいるけど、外野いるな。そうです。で先発は奥川が今年ね、うん、1年間ほぼほぼできなかったから、そうですね、それでも連覇してるってすごいですね。うん、そうなのよ、うん、で奥川、高橋奎二もね途中コロナになっていなくなったりとか、はい、でサイスニードだから外国人頑張ったね、うん、であと小沢、はい、ね、とかでもまあ山下もねドラフト1位最後間に合ってちょこっと投げたし、はい、うん、でまあ後ろは木澤がね今年一本立ちして、で、まあ田口、うん、で石山、清水、はい、で最後マクガフね、はい、で久保とかね、うん、左も良かったし、だからリリーフもいらんへんやろ、はい、だから先発いるな、先発が外野やな、まあ、一番そうですね、先発ってが欲しいと思う、うん、はい、俺の中でね、うん、ってなった時に、はい、ヤクルト、うん、知ってます、お、知ってる、はい、東京ヤクルトスワローズ、はい、第1回指名選手、うん、吉村晃治郎、あ、投手、東芝、はい、だってあのヤクルトの試合で三振めっちゃ取ってた、 あれでもう行こうって言って、はい、右の先発欲しいよと、うん、いい24歳日大豊山高校から高校学院、日大だもん、ブザーって言われました、ブザー、はい、日大、だって日大でしょ、はい、だってヤクルト日大結構真中さんも日大だったし、あ、日大賞も強いから、あ、そうなんだ、で高校学院、東芝、はい、あるね、ありますね、うんうん、しかももし千葉がねチームに万が一残ったら千葉工学、はい、うん、清水も工学、ああ本当だ、お、あるね、1位、あ、俺当たってんじゃん、お、俺神宮よく行くからね、はい、うん、解説で、そうですね、うん、え、関係ないの、全然関係ない、関係あるやろ、聞こえてくるんだよ、聞こえてくるんだよ、いるから関係じゃん、ね、そうそう、うん、いっぱい聞こえてくるから、はい、よっちって、よよっちって聞こえてくる、それかね、はい、もう一人いんだよ、うん、森下、あ、中央大、はい、右の外野欲しい、左いるから、うんうん、丸山とか山崎とかね、はい、だから右がいないから、うん、だから右のだから森下1位もういいんちゃうかと思う、中央大学牧みたいに、はい、うん、森下くん、うん、でもあれか、さっき吉村かな、吉村やな、もう即戦力っていう感じの、うん、うん、まあ、まだ外野も欲しいけど、まあ、別にいるもんな、全くいないわけじゃないしね、うん、そうですね、うん、週刊ベースボールだと河野圭投手、大阪ガスが本命なんじゃないかみたいな、でももう、もう日大だし、確かに高学院だし、つながり見ると、うん、で、もう練習試合でガンガンこの、そうですね、行ってっから、うん、あるよ、はい、これはもう、あ、それもう本当にそうですね、うん、そういうところで、あ、やっぱこっちでいいかもってなってる可能性ありますね、そう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 、つながり、日大、高、うん、はい、学院、はい、三振取る、はい、もう決定やで、これはそうですね、あとはまあ、うん、右の外野とか取った方がいいかなっていうね、うんうん、だ高校生とかでもいいし、はい、無理に、うんうん、まあ、多分森下とか2位で上はヤクルト一番最後だから、はい、残ってないと思うんだよ、うん、それがね、はい、面白いのいるよ、うん、1人、はい、下川俊介、新潟アルブレックス BC、 へー、アンダースロー、はい、面白くない、山中もいたし、うん、小沢も若干ちょっと変則じゃん、アンダースロー、はい、下位でね、うんうんうん、じゃあ私いいの、今回いい人用意してます、最適なの、強いよヤクルト、
あ、そうなんですけど、その中でも1人即戦力、うん、1人将来性抜群、うん、2人用意します。そんないんの？じゃあちょっと即戦力からお願いします。しかも、まあ、今回、うん、佐藤さんにぜひとも俺におすすめな注目してほしいっていう選手。はい、そんないんの？いる？いるんですよ、うん、はい、ちょっともう袴田目も、うん、あのもうちょっと静岡ちょっと尽きてきたんで、うん、もうさすがにね、はい、そんなね半松から、はい、あの御殿場まで広いけどね。そうなんです、うん、もう一人まだちょっといるんですけど、うん、あの今回ちょっと、うん、佐藤さんつながりでいい人見せてきたんで。そういいの？はい、鳴門工業？違います。日本製鉄鹿島の大津亮介投手、右腕です。なんと、うん、九三大九州高校から帝京大学を経て日本製鉄鹿島で頑張っております、うん、いい。はい、なんと大学からピッチャーになったっていう。そうな、結構ピッチャーとしてはなんか遅咲きというか、うん、なんですけど、うん、あの細身の体から152キロのストレートを投げると、うん、でもう本当に球種も超多彩で、うん、な感じらしいんですけど、うん、なんかどん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 なんかこう遅咲きなんですけど投げるたびに経験積んで良くなってるっていうピッチャーみたいなんですね、うんうん、で大津投手、あともう一人、うん、もういいの？これ大津は即戦力？即戦力で、うん、次は将来性、はい、将来性、うん、めちゃくちゃいいと思います、うん、鳴門高校の前田和樹くん、あの佐藤さんのお隣の高校ですね。隣の高校だね、はい、今鳴門渦潮高校ですもんね。そうそうそう、鳴門高校前田和樹くん、将来性抜群、うん、鳴門のラオウと言われてます。本当かよ、でかいでかい、身長190センチ92キロ。お、じゃあでかいね、はい、うん、であの右投げ右打ち、うん、で外野手と投手もやってるんですけど、うん、あのまあ、身体能力すごい良くて、うん、あの今年甲子園出てるんですけど、うん、近江の山田くんからヒットも打ってたりとか、うんうん、で本人はなんか鈴木誠也選手のような選手になりたいって言ってて、うん、ラオウ地元なのに、ナルトのラオウって書かれてますけど、うんうん、鈴木誠也選手みたいになりたいって言ってて、うん、まあ、将来性めちゃくちゃあるんじゃないかなと、うん、あの体も大きいですし、うん、もういいね、で外野手なので、うんうん、あの将来的にヤクルトいいね、ヤクルトいいね、はい、右ね、うん、いいね、フィットするね、はい、うん、すごいいいなと思って、うんうん、という私はいいじゃん、今回はちょっと佐藤さんつながりで佐藤さんに覚えてもらいで注目する選手を、うん、ヤクルトに進めてみました、うん、はい、先生はいるんですか、ヤクルト？そうですね、まあ、選抜はもうその佐藤さんが言われたし、吉村確定なの？僕は川野君、あ、大阪都市のシャウドーまで言ってたと思うんですけど、うん、その最近のことを見てるとやっぱり、ね、吉村君かなっていう、お、まあ、まあ、だって俺神宮から聞いてるからね、はい、神宮によく行くから、ヨーヨーって言ってるから。さっきのヨーヨーって何ですか？吉村のヨー。 あ、そういうことですか？ヨー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 なんだろうと思ってて、ヨーヨーって何がヨーヨーなんだろうと思って、あ、吉村のヨーヨーって、ね、そうそう聞こえるから、だから吉村かなと思ってる。あ、そういうことですか？うん、そこに対しては全くないんですけど、ぜひともこう取っていただきたいなっていう回、はい、でいいので、うん、高校生をちょっとご紹介したいです。うん、東日本大学附属翔平高校、福島高校、翔平高校、はい、そこに草野くんっていうピッチャーがいるんですよ。福島県いわき市出身のピッチャーなんですけど、このピッチャーなんとすごいのが、高校入学時は132キロだったんですよ、最速が、それが今マックス151キロ。おー、すごい伸びてる。いいね、はい、すごい伸びしろがあって、まあ、これウェイトトレーニングすごい頑張ったらしいんですけど、なのでこうヤクルトってやっぱピッチャー陣すごいいいと思うので、ぜひともなんかヤクルトに入って、育てていただきたいなっていうの。いいね、いいね、はい、おー、将来性が、はい、将来性があるんじゃないかなと思います。それはもう試合がね、試合がの回で、いいね、いいと思います。あと、古川雄大ってこと。あー、はい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 、九州の方なんですけど、ピッチャーしても145キロ投げる二刀流なんですけど、50メートル5秒9上がる右のスラッガー、で高校通算21発、この子のポテンシャルがすごい高くて、いいね、右の外野手として、あの未完成ながらもプレーが映える九州屈指の素材って書いてますね、俺素材型で外野手すっごいいいの持ってる。素材型だったら、はい、遺伝子抜群だから、はい、大阪桐蔭高校海老根優太。へー、 お父さん経理選手だから。あ、そうなんですか。あ、だって会ったことあるもんね。あ、そうなんですか。うん、あの慶応ボーイズからだ、ね、もう、うん、もうだってアスリートもすごいよ。血は
金利選手もすごいですね。そう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 、うん、でしかも外野でレギュラーだからね、はい、あの大阪桐蔭、はい、で右バッターだし、うん、素材型としては、はい、ここからの伸びしろ多分あると思う。うまく技術に転換できれば、うん、だからいいんじゃない。ヤクルト、おー、いいですね。ねえ、うん、あと、忘れてる人一人。え、あ、村上だと圭太だ。これはもう、取ら、はい、ないで取るよ。ないにするよ。取られて困るしね。うん、そうですね。でも僕、ジャイアンツ外れたら1位って言ってるんで、もういないですよ。ジャイアンツがくじ引き外すんで、うん、ジャイアンツが1位って言ってる。わからんやないか。ヤクルト、何位だったら残ってんの。2、だから早く取りに行かなあかんよと思うんですよ。いやいや、だってもう吉村1位行くから。行くでしょ、うん、行ってもうすぐにすぐ村上2位で2位、あ、2位ぐらいやな。でもまあね、うん、まあ取ったら面白いよね。でも見たいです。どうこう化けていくのかというか、うんね、どう成長していくのか見たいですね、うんうんうん、あとヤクルトもう一人だけちょっと育成で取ってほしい選手がいるんですよ。いいの誰、うん、つばくろ、これは面白いですよ。中川にデカズって言うんですけど、完全に流されてる。完全に聞いてなかったですね、もうね。何、どこ、ここ、はい、どこ。これはね、香川オリーブガイナーズ、うん、先ほどサウさんも言いましたけど、アンダースローなんですよ、うん、で、京都先端大学って言って、中島照史さんが今監督されてるんですけど、うんうんうん、そこの出身の大学から、うん、大学の時は2番手、3番手ぐらいだったんですけど、うん、独立にっていうか、すごい活躍してて、うん、あとヤクルトね、俺この選手もあるんちゃうかと思ってね、うん、橋本達也、おー、慶応木澤からのラインで3位とか、うん、いいっすね、やると思います。の、うん、何気にの、何気にやると思う。あ、でもプロに入ったらとんでもない投手になると思うと、慶大の、あの監督がね言ってる、本当に本格化、本格派、うん、うわって、うんうん、まあ、どうなるからね、うん、これ村上行くのかどうかも気になるしね、うんうん、楽しみですね、この連覇したヤクルトがどういう選手を選択してくるのか、ね、うん、正解は明後日です。